フェデリコ・サンティアゴ・バルベルデ・リペッタは、ウルグアイ・モンテビデオ兼モンテビデオ出身のサッカー選手、レアル・マドリード所属、ポジションはミッドフィールダー。レアル・マドリード2008年から2016年まで、ウルグアイの名門 CA ペニャロールの下部組織で過ごし、当時からその才能は欧州にも知れ渡っており、練習に招待したこともあったアーセナル FC をはじめ、複数のクラブが注目していたが、 2015年5月に、レアルマドリード遺跡が内定。しかしフィーファの未成年者遺跡禁止ルールがあったため、18歳の誕生日を迎えた2016年7月22日に、正式に加入した。遺跡1年目の2016から2017シーズンは、B チームに当たるカスティージャで、プレイ、ペニャロールでは、トップ下であったが、カスティージャでは、セントラルミッドフィールダーにコンバートされ、時には、 センターバックとしても起用された。デポルティーボ工術の言うマイナス20ワールドカップでの活躍を受け、経験を積むために2017年6月22日、デポルティーボラコルーニャへのレンタル遺跡が発表された。しかしバルベルデ自身は、この遺跡にショックを受けていたようで、後にこのことについて、見解を述べている。9月10日の第3節隊、レアルソシエダ戦に途中出場し、 デポルティボと一部リーグデビューを飾った。レアル復帰2018から19シーズンは、デポルティボの降格もあって、レアルに復帰。カンテラ・カスティージャ出身者を多く起用する、サンティアゴ・ソラーリ監督のもと、中盤でリーグ戦16試合に出場するなど、上場の出来を見せ、契約更新の機会もつかんだ。2019から20シーズン中に、スペイン国籍を取得。 10月5日、第8節のグラナダ戦では2得点に絡む活躍で存在感を発揮した。長年レギュラーが固定化されそうが熱い中盤でも出場機会を増やし、ジネディーヌジダン監督もボックスとボックスのプレーはそんなに簡単じゃない。守備にも攻撃にもインパクトのある選手になる必要があるから。しかし、バルベルでは試合度に成長していて、それを見るのは 楽しいと称賛。スペイン氏のエルパイスも字団が熱望するポールポグバを引き合いに出し、欲しがっていたポグバが我々のチームにいたと見出しをつけた記事を投稿した。2020から2021シーズン、ラリーが第7節では豊富な運動量を買われ、エルクラシコにて先発出場を果たした。前半5分には特徴を生かした中盤からの飛び出しから、 自身のエルクラシコ初ゴールとなる先制点を記録した。第28節のセルタデビー5戦では、右ウィングとして先発出場し、また UEFA チャンピオンズリーグの準々決勝であるリバプール FC 戦セカンドレグでは、チーム事情により右サイドバックで起用されるも、本職ではないポジションでも高い評価を得た。各年代代表に選出されており、2015年の 南米 U-17 選手権では FIFAU-17 ワールドカップの出場権こそ逃したが得点ランキングで2位となる7ゴールを記録。2017年5月に行われた 2017FIFAU-20 ワールドカップでは3位決定戦に敗れ4位に終わったがバルベルデ自身は大会シルバーゴールに選出された。 その活躍が認められ、2017年9月5日の2018、FIFA ワールドカップ、南米予選対パラグアイ代表戦で、ウルグアイ代表デビュー、デビューゴールとなる先制団を挙げにから1の勝利に貢献した。ありがとうございます。